お疲れ様です。二章です。ちょっと朝に撮っておりまして、寝起き感は出ておりますけども、明日ワンマンライブでございます。配信をやれることになりました。全国のこれを見てる方でライブもちょっと見てみたいという方が いらっしゃいましたら、ぜひ下概要欄かなんかに貼ってますんで、ぜひ、見ていただきたいと思います。出るメンバーも、まあ普段の私のバンド高橋良樹、山内陽一郎3人プラス、そこにゲストでね、吉田さくらさんとか宍倉さんとか磯貝さんとか出てもらってワイワイやるっていうイベントなんですけど、めちゃくちゃ楽しいと思いますんで、なかなかそういうギタリスト、YouTuber と呼ばれてる人のライブって、まああるはあるんでしょうけど、少ないようにも感じながら、そういうのが広まればいいなと思いながらやっておりますので、なんかまあそこでいろんな方が見ていただければね、そういうサンプル例が出来上がり、他の人もやろうかなっていうふうに、なると思いますし、まあもちろんやってる人もいると思うんで、なんか別に俺が先駆者っていうわけでもないんですけど、的なライブをね、明日迎えての本日何を喋ろうかなという、まあでもなんでこうライブをしようかなと思った理由っていうのか、まあ自分も YouTube 結構長い間やってて10年ぐらいは多分やってるんですけど、やり始めた最初の頃とかはライブしながら YouTube 多分やってたと思うんですよ。ほんでやっぱ20代の終わりぐらいなんですけど、なんかちょうどこう今後何していくかの時期になってて、そのなんか音楽作るなんていうんですかね、ユニットやったりバンドやったりでこれ食えんのかなみたいな時に、なんかこう YouTube っていう選択肢もあったんで、なんかもう他人と音楽を作るのをやめて、まあチャンスも才能もその時は多分ねなかっただと思うんですけども、だからギターを弾くっていう方の方が自分には可能性があったから、多分20代の終わりぐらいにそっち YouTube を撮って、で YouTube をメインでやると、まあ今の人はどうなのかちょっと分かんないですけど、なんかまんべんなくやってる人もいると思うんですけど、自分の時はなんか結構そっちに振った感はありましたね。全部振ったのかな、そういう意識もあったのかな。でもなんかもうライブとかはしなくなっちゃいましたね。結構何年間かぐらいなんか レッスン系の動画をなんかやったりとか、まあレビュー動画みたいな、レビューっていうか好きに弾いてるだけですけど、まあ、そういうのが主なコンテンツになったりしてて、それをずっとやってて、なんかねどっかでもね、俺一回バンドでワンマンライブやったんですよね。それがなんかあんまりうまいこといかんかったんですよ。んでやっぱなんかこうなんつうんでしょうね、ギター演奏でやるのってきついなと思って、ほんでまたちょっと間が空いて今に至る感じですかね。去年ぐらいからそうドラムの山内さんに会って、なんかスタジオというか動画撮ろうかなと思ったのか、動画撮ってみて、山内さんとはなんかね昔から存在知ってたし、なんか挨拶ぐらいはしたことあったのかな、なんかでも全然知ってる存在で知ってる存在というか知ってて、まあいろいろ活躍してたんで、山内さんは20代から、あ山内さんやーってなって、で俺の動画に出てくれるってなって出て、んでそこでなんか高橋良樹の名前が出て、高橋良樹は20代の頃から俺知ってたんで、全然会ったりなんかセッションしたりもしてたのかな、なんかそれでなんかまあもう一回やってみるかなって、根元はやっぱりね、なんか俺は YouTube の印象が強いと思うんで、なんか YouTube の商品紹介だったり、なんかレッスンがちょっと最近やってないですけど、まあそういう人だと思われたかもしれないですけど、全然スタートはなんかセッシ
ションとか、まあバンドもやってましたけど、どちらかというとそのセッションする方が多かったかな。なんかそれをよくやってたので、YouTube だけをやりたいっていう風にはちょっとならなかった。途中30代前半ぐらいはなんかこう俺も世間を知らなかったので YouTube のなんかね数字も伸び始めた頃で、なんかこれでなんかあのビジネスビジネスっていうかなんつうやろうな、なんか食い始められるようになったんで、お金儲けを しようかなとかってやってたんですけど、なんかね金儲ける才能がなかったのかそっちには行かずに、また徐々に何かこう人の前で弾くっていう方に興味が出て、だからセミナーとかもやってたのもやっぱりなんか別にそんな儲かるとかでもなかったんですよね。結構金額安くやってたんですよ。いくらやったかな、もうなんか1500円とかでやってたのかな、2000円とか。混んであるライブもね、まあ3000ぐらいなんで、3000プラスドリンクとか。大阪でやるのは3000、いやあれも3000プラスドリンクかな。まあまあ、もしかしたらもうちょっとその収益的なこと考えたらいくらぐらいでしょうね、1000円ぐらい上げた方がいいのかもしれないですけど、まあでもちょっとね自分を練習しながら試行錯誤しながらやってるんで、これからの金額設定でまあ徐々にね成長させてもらいたいと思いながらやってるんですけども、そうライブで俺がギターを弾きたい理由っていうのがあって、理由っていうのがなんかがこう YouTube とかで機材紹介だったり奏法だったりとかってライブをやってた方が、もしくは人前でやってた方が、そう説得力はまた変わるのかなと思ったし、実際やっぱそういうライブやってる経験値から喋る内容と喋やってない人の内容だと少しね言うポイントも変わってくるし、おそらくみんなが求めてるのは本番でどう使えるかの方が俺は大きいような気もするんですよ。いやそういうの求めてるんじゃないのかな。いやまあそれはもしかしたら違うのかな。俺はでもそう思ってやってますけどね。まあライブをやる理由っていうのはなんかそんな感じでしょうね。なんか自分が今欲しいテクニックが技術だったり知識が本場でどう使えるかなので、それをなんかこうなんか伝えていってるという状況でしょうか。なのでまあライブちょっとね今後もガンガンやりたいし、そうまあセミナーとかもねあのやりますんで、今度広島でかな9日、あもう明後日じゃないですかそうだから明日ワンマンやって、その次の日の俺朝に広島行くっていう、ちょっとなんか過密スケジュールたまたまこうあの近くなったんですけど、まあそんな感じでねやっております。まあ今後もね YouTube ガンガンやりますんで応援よろしくお願いします。あざした